皆さんこんにちは、なるほど店です。今日もシースルーマッチ3で遊んでいきます。アナルチャの197ステージ攻略いってみましょう。いやもう2時間ぐらいずっとゲームでお遊びしてるんですけど、あれですよ、スマホが熱くなっちゃってすごく。いや皆さん気をつけてください、スマホ熱くならないように。なるほど、こういうことですね。左下が終点なんですね。終点、次は終点と。特殊ジュエルがちょっと作りづらいんですかね。作れたら作っておいた方がいいですよね。ガーンと。おお、なんかすごいバイク音がすごいですね、外。あー、でも端っこの方も厄介。さあ、どうしましょうか。わ、爆弾作れる。よし、爆弾作って。なんか、ここで、うまくいけば。あー、なるほど。このラインでしか行かないですか。星作れそうでしたけどね。さあ、これでこうして、ああ、普通に行けた。行けましたね。ここで爆弾使っておけばもう、ある程度いくんじゃないですか。ここで爆弾作っておいて、よし、いい感じ。おお、なんか思った以上に簡単ですね。あー、でもあ、向こう側が、右下が厄介。なるほど、結構厄介ですね、あの辺が。はい、おお、いけましたよ。いけたけど。わ、これで緑がいくでしょ。あー、そっち。あー、すごい流れていく。どうしましょうか。これで、ドーン。あー、今消せた。あー、お、消せたのに。なんてこと。失敗しちゃった。まさかの。あと15回しかない。わー、出てみてなかった。これ難しい。あ、これで、このライン、このラインダメ？あ、いけたいけた、よかったです。危なかったですね。ちょっと冷や汗ものでしたけど。ということで、今回の動画以上とさせていただきます。他にもたくさん動画ありますので、よかったらそちらもご覧くださいませ。では、ご視聴ありがとうございました。